どうも、かとちゃんです。いつもありがとうございます。えー、今回は、子供を借りて、お伝えしたいことがあり、動画を撮っています。えー、先週ですね、9月の29日土曜日、えー、そして9月の30日、えー、日曜日。まず、えー、土曜日の、えー、阪神12レース、えー、ムーンチャイム号が勝利し、えー、また、日曜日の、えー、中山競馬スプリンターズステークス G1 では、 え、ファインニードルゴが勝利しました。え、これにあたり、え、日曜日の夜に、え、僕の方に、え、メールが届きまして、ま、5通くらい、え、いただいたんですけど、え、加藤ちゃんさんが、え、前5ドルフィンの馬を狙うべきというのが強く、え、残っていて、強く、え、その、訴えていたというのが残っていて、頭にあったので、 ま、ファインニードル号も、え、不安説あったりしたんですけど、え、ゴドルフィンで買うことができましたと、え、土曜半紙の12レースも、え、ゴドルフィンだったんで、え、それが頭にあったので、買いましたと、当たりましたという、え、メールを足していただきました。え、本当に、え、僕はね、もう学歴もなければ、え、特別何か能力は、があるわけでもないんですけど、え、競馬を見てきたという事実だけはあるんで、 え、その、え、競馬を見るときのね、え、小学生時代の遠足に行く日のような、遠足に行く日のようなね、ワクワク感を伝えたいという思いで、え、情報を発信してきて、え、こうやって感謝をされるということは本当に嬉しいです。え、言葉を借りて言わせてください。え、ありがとうございました。え、な、この動画初めて見たこくださった方、え、他にも、他にも動画ありますし、え、何よりですね、え、この動画を見てくださったあなただけに、意欲の高いあなただけに、え、動画のコメント欄にですね、 動画の説明欄にですね、僕のブログ貼ってありますんで、本当に僕の無料バケンズ電子書籍、本当にありがたいことに大好評です。ぜひ、よかったら受け取ってください。この動画を見て、受け取ってくださる方、受け取ってくださらない方いると思うんですけど、受け取ってくださる方がいるということは、受け取らないということはあなただけが、今と何も変わらず、まあ、置いていかれてしまうということにお意味しますんで、そうなるのが嫌でしたら、受け取ってもらえるといいのかなと思います。 それでは今回もありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。失礼します。